三重県の沖合、大荒の海へ救助に向かったのは、普段、羽田空港に待機する海上保安庁の特殊救難隊、いわゆる海猿です。ヨットの位置を確認すると、ヘリコプターから降下、海へと着水します。なんとかヨットに上がると、そこには救命胴衣を着た男性がいました。荒れる海で行われた15時間に及ぶ決死の救助活動、男性らは、その後、無事に救出されました。救難隊、いわゆる海猿です。ヨットの位置を確認すると、ヘリコプターから降下、海へと着水します。これは隊員が身につけたカメラの映像。なんとかヨットに上がると、そこには救命胴衣を着た男性が。大丈夫ですか？隊員が中に入るともう一人座り込む男性の姿が。どこ打ちました？喋れます？少し。わかりました。二人は小笠原諸島をクルージングし大阪に帰る途中でした。強風と高波にあおられヨットが転覆し、衝撃で男性は体を打ちつけたというのです。ちょっと首触りますよ。痛くないですか？で、左手が動かない。触ってんの分かります？少し、少し。担架を取りに行く隊員。しかし、この時ヘリの燃料は限界に近づきつつありました。あと20分。救助に残された時間は20分を切っていたのです。そっちから引き上げよう。ここ上げて、ジャック。エバックとか出して。荒れる海で行われた15時間に及ぶ決死の救助活動。男性らはその後無事に救出されました。実際は海猿と言いません。漫画の影響でしょうか。特殊救難隊です。特殊救難隊員が耐え抜いている過酷な訓練、持っている精神力、そして判断力、すごい方たちばかりです。命がけの仕事で本当にありがとうございます。地道なたるまぬ努力に感謝しましょう。そこへ行くと、このヨット乗り、横転したぐらいで、怪我をするなよ。情けねえなあ。ディスマスとしているわけでもないし、自力で帰れるだろう。